さん、身に覚えがあるかと思いますが、どんな作り話も実話に基づくとか、実在の人物をモデルにしたとか歌われると、それだけでちょっと格が上がったような感じがするじゃないですか。お、そうなのかと、いつまでを正すような気分になるというか。もちろんそんなことは宣伝する方もとっくに承知してるから、たまに嘘までついてそれをやるわけです。実在の人物をモデルにした実話に基づく物語ですと。いやいや、本当は1から10までデタラメですよ。そんな人はいないし、そんな事件も起きちゃいない。でもいちいち調べる人はいませんからね。言ったもん勝ちです。嘘だってつきます。ある時ある場所にそういう人がいて、そういうことが起きたのです。証拠はないけど。改めまして、浦島太郎と申します。実在した人物です。これは本当に、つい頭に変な話を持ってきてしまったせいでだいぶ疑わしいかもしれませんけど、こうして本人が申し上げているんだから本当です。僕は確かにおりました。いやー、また会いましたね、浦島さん。亀、あんな目にあっといてまた来たのか。あんな目っていうのはご存知のあれです。僕が助けだった例の出来事です。誰もが知ってる話っていうのは説明が省けていいや。そんなことよりどうしてまた戻ってきた。しらじらしい。え？あなたにご恩返しをするために。僕に恩返しを？この下りも省略しませんか。何を言い出すんだ。何も言わずに海に入りましょう。待って、それはいくらなんでも不審だぞ。誰も止めやしませんよ。あ、いよいよ例の場所に行くんだなって手振って見送ってくれるでしょ。いいだろう。ここは一つお前の甲羅に腰掛けてみるか。腰掛けてみるかとは何ですか。今度は何が気に入らないんだ。腰掛けてみるのも腰掛けるのも結果としては同じじゃないですか。いやいや、そりゃそうだけど。疑いながらためらいに試しに右に曲がるのも、断固として右折するのも、行き先は同じなんですよ。同じだと思う。本当に分かってるのか。分かってる。浦島さん、ここだけは間違いないでくださいよ。人生にお試しなんてものはないんです。やってみるのはやったと同じ、ちょっと試して引き返すなんてことはできないんですよ。わかった、肝に銘じよう。僕は断固お前の甲羅に腰掛ける。さあ、竜宮城まで急いでくれ。よし来た。申します。はい、もちろん知ってます。あの亀から。亀から聞きました。あ、それでその彼は。彼？あ、亀ですね。亀です。どこへ行ったのかなと。いないならいないでいいんですが、それでも半日二人きりで冒険をした仲なので。行き先は聞いていませんが、あれの役目はあなたをここへ案内することです。自分の役目が終わったので好きなところに行ったんでしょう。あ、なるほど。きっとそうですね。竜宮には夜も昼もない、いつも春の朝のごとく爽やかで、木陰のような緑の光線でいっぱいだった。ここで一体何日過ごしたのか、僕には見当もつかない。
応答の歯で酔っ払い、仰向けに寝っ転がって琴の音を聞いた。遥か上には魚の群れが銀色の天蓋を作っていた。そのうち乙姫の部屋にも入った。乙姫は嫌な顔を一つせず、相変わらず微笑んでいた。そんな風にここでは全てが許された。無限に許された。そうして僕はやがて飽きた。長い間お世話になりました。何のお構いもしませんね。再三申し上げたはずです。構ってもらえないところが何より心地よかった。だったらどうして帰るんですか。よしなさい亀。自分でもうまく説明できないんだけど。そうしてまた結構つける。単なるホームシックでしょうが。まあそうだろうね。互いに他人の批評に一喜一憂してケチにこそこそ生きている陸上の人々がなぜだかたまらなく絡んで美しく思えてきたんだ。半日もしないうちにやっぱり嫌だとなりますよ。そうかもしれないね。お元気で。お土産まで。ありがたく頂戴します。さあ乗るならさっさと乗ってください。お前は買った。こんなもの。それ乗らなくても買えるんだろ。俺の好きにさしてください。そんなお前の無礼も早くも懐かしくなってきたよ。乙姫ありがとうございました。僕はここで地上では決して手に入らないものをたくさん得ました。中でも僕にとって一番の収穫は、あれ乙姫さすがだ。最後の最後までほったらかされた。発進。さらば乙姫、さらば竜宮城。かくして僕は300年後の村に戻ってきたわけだけど。お渡しした貝殻、玉手箱のことですね。帰り道お前は開けない方がいいと言ったね。言いましたが、それが何か。その悪い予感は的中した。乙姫、どうして僕にこんなものを。あなたはその理由を長い間ずっと考え続けてきたんですね。この中に封じ込められているのは300年という時間。僕が竜宮にいる間、陸で過ぎ去ってしまった時間です。本来あなたが過ごすはずだった時間です。だからご丁寧に返してくれたってわけですか。過ごすはずだったとおっしゃいますが、そもそも300年も生きる人間は。そうだけど、そういうことよ。よくよく考えると僕は自分が不幸だったなんて一度も思ったことがないんです。あの時、あの変わり果てた村を見た時、もう二度と戻らない日常、かつてあれほど嫌っていた日常を思い泣きました。陸へ戻ろうと決心した自分を責めました。それからこれまた取り戻せない竜宮での日々を思い出して、また泣きました。開けるなと言われたからじゃない。あまりにも過去が眩しくて寂しくてたまらなかったから開けたんです。いってらっしゃい。いってらっしゃい。さようなら。退屈で不満ばかりだった日々、さようなら。かけがえのない日々。
戻らぬものをこれ以上待ったって仕方がない。僕は先へ参ります。